スストレスをどのように打ち勝つことができるでしょうかという言葉は科学的には言いますとどのようにしたらベータ波をアルファ波に変えることができるかとなります。そうですね皆さん脳からベータ波長が出るときは雑念です。 誰でもこの雑念に打ち勝つことは難しいです。どうしてでしょうか雑念というものは死の勢力から来る死の思いです。死の思いはいつも強制的なものを持ち私たちが受け入れたくなくても私たちのうちに入ります。それで 雑念が入りますと私の脳波ウウがベータ波になるしかありません葛藤が大きい心配になり恐ろしくもあり緩中でもう,もう大変だという方言で使ったりもう本当に大変だ中長堂田舎ではまた もどかしいとかそういう表現を使いますそれ,それぞれ地方によってそれでこういうものが私たち人間には自然的ですどうしてでしょうかこのようにこの偽りの勢力私という人間の中に偽りの私を形成している勢力があるということです実はそうです 健康食というものも健康な食物が別に存在するのではなく私の口が問題なのですそうじゃないでしょうか私の口がこの死の私に従っていくついていく口なのかあるいは命についていく口味なのかそれによって健康食が変わります今日 チャジャンミョンがおいしいと言った人はあまりいませんでしたがこういうのを見てもまだ命の口に味に合う従っていく人たちはあまりいなくそれで誰が食べる食べ物か誰が命的な私が好きな食べ物かあるいは私的な私が好きな食べ物かこれによって違います 変わってきます実はそうです皆さん皆さんここにおいてムーのキムチを作ります大根のででそれで赤い色もそのピーマンで出したりトーラガ辛子しないでキムチを食べる気分はありますが しょっぱくなく、辛くなく、そのように気をつけながら作っていますが、私ははっきり言いますと、そのキムチも辛いです。だから私は、キムチを持っていくとき、そんなたくさん,持っ,てきませんあ持っていきません。しかし皆さんはたくさん持ってい,きまし持っ,ていっています。私は、あれをどうして全部食べれるんだろうか。 こうよく食べられていました。私も皆さん以上に辛いものが好きだった人です。慶尚道地方、釜山の地方はどれほどその辛いのが好きでしょうか。慶尚道その地方はもう軽くなければもう食事ではありません。その冠州、甲州近くに行くとそれほど辛くありません。しかし辛く ない代わりに本当においしいです。本当に繊細な味があります。キョンサンドの食事はあまりそのあまりにも辛いのでもう味が分かりません。もう辛くてこうやったらもう終わりです。だからこの辛い食物が入ると入れば。 入るほどストレスレよく受けますだから、キョンサンドの人はもう短期です。何がそるんだうなのそ,ういうそのテグ、プサンたりのそういう人たちの研究をしますと、よくストレスを受ける反面、また、また、よくストレスを解くようになっています。ああ、もう大丈夫だとそういうふうにしています。ところが チュンチョンドはちょっとストレスもゆっくり受けて地方の名前ですがそのストレスを解消もゆっくりします違いますシステムがそれでこの辛いというのを私の体にはよくありません私のストレスにはよくありませんしこの辛いというのも皆さんだから私たちが 食物が辛い人が辛いっていうのを使いますかだから皆さんしょっぱい人がストレスをよく受けますかはいもちろんそうですだからもう性質が辛い人がもっとストレスを受けますだから食事の味とその波長が人の性質と波長が同じですだから私がストレスをたくさんパッと早く 受けて活性酸素ももと生産されそれで遺伝子をより早く確実に損傷を与えるので遺伝子も損傷されて変質してがんもできたりしますところがこのストレスは早く解消しなければなりませんそれで共産党の人はストレスをよく受けるのには問題がありますがまた解消するのもパーッとよく 解消しますだから少し健康を維持することができるようです。もしストレスはすぐパッと受けてもう解消を春春度のようにすればこれは問題は深刻です。だから辛くなくしょっぱくなく食べるとその時始めて 食事のその味、本当の味が分かります。そのことは他の言葉で表現しますと、性格が辛くなく、もう急でなく、しょっぱくなければ人生の味を分かるようになるということです。そのようになるとき、このも耳が単純になるのです。 だから私も食事をもう薄い味で食べています。実はもうチャジャンミョンは今も少ししょっぱいです。しかし皆さんには少し味が薄いですね。ところがこのように食事を薄,味を薄くすると性格がもっとゆったりになります。落ち着きます。もちろん。 私もいまだも神経質が残っていまして、わーというときは怒ります。しかし、もうほぼありません、そういうことが。もうしなさそうでしょう。しかし、しないではいません。私の家内に聞いたら分かります。私の家内に一年に何回かします。一年に多分。 季節に1回ぐらいはするのではないかと思われます。1年に4回ぐらいするのではないかと思いますが、計算をしてみますと、多分そうだと思います。そうでなければほとんど起こりません。一番神経質が出るのは、もう夫婦関係です。それは、一番敏感な問題がたくさんかかっているからです。 そ,うですね、それで一番仕事が多いですそしてまた男子と女子です男性と女性です男性と女性の考え思考がもう違いますだから仕方なくぶつかりますぶつかりますだからぶつかるというのは正常です私が見るには。 ところがさてそれで食物を見ますと食べ物を見ますとこの命的な私が好きな食物は味が薄くとてもおいしく本当に食事の材料の味を生かしたそういうのを命の私は好きですしかし偽りの私はカーッとするのが好きですもう っぽいそういうもうそういう味もうちょっと味の表現難しいですがちょっと辛っぽいそういう味ですねもう辛い味もあって顔が大きい人と誰かが答えたみたいです <laughs> でお酒もそういう,そう,いうその味は人を麻痺する辛いのを食べたら味がこう麻痺します味を感じるところがだから辛い食物の中にそのケプサイシンというトウラらしの中に入るのが入りますと麻痺させます神経伝達を遮断します 実際に麻痺されます。だから、とても辛く食べると何も麻痺しますか辛く食べるほど食べ過ぎます。どうして食べ過ぎるようになるかと言いますと、十分に食べたというそういう感じがありません。麻痺されて。それで神様が CCK を生産して、ああ、 それぐらいで大丈夫だといったらそういうものを感じることはできません。麻痺されるので CCK の伝達物質が最後まで伝わりません。それでそれで食物も人のストレスを受けてストレスを解消するそのシステムがその波長が全部同じです。だから結局はもう。 あもうとても暑いしょっぱいのを食べたら、ストレスをもう受けるだけじゃなくて、ベータ波が根付きます。だから、ストレスを解消するために、性格がゆったりとした人、もうストレスをあんまり受けない人になるためにも、私は食事を。 誠の私の方に変えていかなければなりませんところが実はもう赤ちゃんは全部辛いのしょっぱいのを食べれません子どもの時はタバコ吸いなさいって言っても吸えませんお酒飲みなさいって言っても飲めませんなぜでしょうかそれがタバコが体に悪いそせかが体に悪いとか理論的に学ばなくてもこれは 体に悪いのを本能的に分かって避けます。避けますが私がそれを私の体は好きではない。まことの私、命的な私はタバコ、お酒を辛いの、しょっぱいのを全幼い時から子供の時から避けます。しかしそういう食物は結局は全部わざと習います。習って食べるのです。 自然なものではありません私がもがしょっぱくて辛いキムチを食べれるのはどういう動機で食べますか隣の大人たちが周囲で圧力をかけるのです。そうではないでしょうかもう続けて子どもの時私はキムチを洗ってですねこう水に洗って食べていましたが全然もうしょっぱくなく辛くなくでそれが3歳4歳までは 大人たちが、まあ、見てくれ多めに見てくれます。5歳、6歳になっても,もうキムチを洗って食べたら大人たちが何と言いますかねえ、35いつ大人になるか。そのようにして自尊心を断ちします。もう恥ずかしくします。もう赤ちゃんの時は恥ずかしくありません。もう洗って食べてっていいじゃないですか。ところが、周囲で恥ずかしくするのです。 だから恥ずかしいということは本当に良くないことです。本来それが正常ですが、そうですね。正常ですが、非正常的に変質された大人たちが自分たちのようにならないと言って、恥ずかしくするのです。あなたはもうダメだ。5歳になってもキムチを洗って食べるのか。それで皆さんがみんな、 あある時点において決心をしたのであります私も少し大きい子供となるためにキムチを洗わないで食べようという決心をして変わろうと決心してそれで私でない私が形成し始まるのですそうしていると後で洗っては食べれない人になります ある時見たら本当の命的な私は押されてこの恥ずかしくないためにできた私この偽りの私ですこれが体に良くないものを私のプライドのために仕方なくまだ学ばなければならない私これは偽りの私です偽りの私はそのようにして形成されるのです私は気持ちを もうしょっぱくもう辛いもうキムチを食べようという,もう食べることに決心して習った人です。なぜならば私が私たちの母が長女です。娘の娘5人ですが私の母が長女で長女の長男です。私は私はおばが4人います下の。そのまたおば そのおじいもいて、もう私の,あの私のおじおばが本当に祖父祖母が3段5を産んだので本当に忙しく作りました。で、一番末のおばは私より一歳下です。それで、だから私が生まれてから私は私のその,あの祖父祖母がもうまた娘を産んだのです。 それで1歳下で下すところが私が5歳の時16歳のおばがいました5歳の時そのおばに本当に一目惚れしました惚れましたもう年が11歳差があるのにで私はあのおばにそのおばと結婚しようと決心していました 赤ちゃんのとき、その大人的な考えを持っていました。で、そのおばが来てある日、サンまだキムチ洗って食べているのか、そのことはあなた私はあなたに結婚できるかということに聞こえました。い 非常事態になりましたこれはもう大変なことだそれでその言葉だけでいいのに昨日私の友達の友達の弟も5歳だけどあいつはもうキムチ洗って食べない私に,私にはこう聞こえました私はその子にと結婚するそれで大変だよ その時も大した決心を私はしました。そしてその次の朝、キムチを洗わないで宣言しました。私は洗わないで食べる。誰の顔を見て、おばの顔を見ながらそうしました。でやってみなさい。わ <laughs> 辛い。水、水。で、そのおばはまあ拍手します。もう大きいことになった。 そういうの、何て言いますか。<laughs> 傷、傷だらけの栄光 <laughs>。と言いますね。そういうのを。もう、お腹は痛いのに。なんか拍手をするのです。 それでその時は私の,その裏道とかそういうところでこう遊んだりしましたがもう子どもたちがそういうところに集まってそれでご飯食べてからその道に出てですね私が何と言ったか知ってますか私は今日キムチ洗わないで食べたそしたら子どもたちが本当かうわこれでいわゆる自尊心プライドが私 偽りの私は私を作ります。年を取るにつれてそうなります。そうしていると、長い間、40ぐらいになると、これは私が私ではない。それを発見したのが不枠です。今まで私でないのを私だと思ったって生きてきたのに騙された。分かりますか だから私の口、味は、ニュースタートは皆さんの本当の味、口を回復していく一つの過程に属しています。皆さんが偽りの私を持って死ぬまで目を閉じたらいけません。そしたら結局私は私が誰か分か,り分からず、偽りの私が死ぬのです。 どれほど情けないことでしょうか私を回復する過程がニュースタートです。だからだから実はストレスは誰が受けますか誰が受けますか偽りの私が受けます偽りの私が 食べないでいるべきものを食べ思わざるものを思いしてはいけない雑念をするのは偽りの私ですそいつがストレスを全部受けて私の遺伝子を損傷させたのですそうですね合ってますねだからストレスをに打ち勝つということは結局は結局は私が変わるということです 結局は本物の私、命的な私がこの私的な私をやがて押し始めることです。50になると、ちてんめいという言葉はやがて、あはあ、そういうちょっと空っぽいそういう食事、しょっぱいそういうのが本当のあなたの本当の口、味ではないという。 そういう思いがし始めます。だから私が食べるべき正しい命的な食物を食べるようになるのが知天命です。そのようになっているのです。そのようになってストレスをだん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 受けなくなるのです。さて、そのようになってそれは 食べ物が口に入る食べ物でその次、聖書にはどういう話をしているかといいますと耳で入るのも心に入るのも心の糧食べ物といいます。だから主のお祈りにこういう言葉があります。私に日曜の糧を与えてくださいというのは一日 その米を出しなさいということではなくその農業をすればいいことであって今日も私の心の糧となるものを悟らせてくださりということですだから私に素晴らしい食物が入ったら肉体的なストレスもなくなります同じです空気も悪い空気にいたらストレスを受けますか受けませんかああ空気がもう 濁っていると本当にもうストレスです。ああ私はこの間、インチョンに行きました。誰か夕食招待をして車に乗って行っていましたが、空気の匂いが本当にただことではありません。これはインチョンとプーチョンというところの空気が悪いです。ところインチョンよりもより悪いところがプーチョン。わあ。 そこにいるとストレスを受けます。空気いいところに来ると、ストレス、さーっと解消されます。皆さん、海辺にいて、わーっと行ったら、ストレス解消できますかはい、そうですね。そうして、ストレスを解消するということは、ある意味ではとても簡単なことです。悪いところことからは、ストレスを受け、その代わりにいいことを受け入れたら、ストレスはもう解消します。とても簡単です。 だから悪いことを聞いたらストレスを受けいいことを聞いたらストレスを解消するのです食物を同じで空気も同じで本当に期待のところに行くとストレスですしかしきれいなところも清潔で美しいところにいたらああ休息になります そのように皆さんの心の中の過程をいい過程を入れますとストレスが解消されるようになっていますストレスを解消するということはとても簡単なことです悪いのがストレス死が来たらストレスで死の代わりに命が来たらストレス解消されます ここからこの悪いやつもしねえ、もう今度見てみよう、もう私もあなたも死んでしまおう、こうするとストレスという活性酸素、もうどんどん作られます。しかしここから許しなさい。それして、この命の息を受けて、許すとストレスが解消されます。そうですね。 そのようにしなければなりません。簡単なことです。ところが問題は何であるかと言いますと、いい心の過程が何か、命の意か、人々が分からないので、ストレスを解消できないでいるのです。だから、お酒で解消します。お酒でなければ、何ですか職場でも、このやつも、もう、 もう何とかしたいけどもう上司だしもう辞表を出せ,ない出せないそれでお酒を飲んでも家に来て自分の奥さんにですねもう吐き出すのではないでしょうかそれはストレスを解消するのではなく自分がしたい放題することですそうしたらもう割れないことが割れて結局スストレスは自分のストレスは誰が受けますか 自分の奥さんが受けます。そしたら後ですると、お母さんががんにかかっています。そうです。そのようになるのです。ストレスはなくなりません。どん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 人にあげます。そのこのようなのは人に与えるのがストレスが解消されるのであると言いますが、人にあげないで、私のうちでこれをなくならなければなりません。解けなければなりません。だから、 私の憎しみは神様がくださる愛のうちに私の憎しみは解けなければなりませんそれがストレスの解消法ですだから皆さん脳波も同じですああ私は許そうこいつも見てみようあなたがそうしてもう よく生活するか見てみよう。神が私に呪いをもう,う,もう与えてほしい。これはそうしたら全部ベータです。そういう思いが入りますと。しかしそうではない。許さなければならない。許そう。神様、許す力をください。本当にそうすれば脳波が変わり始めま,ます。 アルファーに変わります。そうしますと細胞に遺伝子の状態が変わり始めます。皆さん、私が昨日ぐらい唾の話をしてやめましたが、唾をあ針の話ですが、針を良くする人は針を良くする人は病気を治すこともできます。できます。ところが 針を打つ理論は何ですか針を打って木が詰まっているところをその詰まっているところを疎通できるようにする理論じゃないですかしかし本当はそれはあんまり話にならない話です。しかし針を打って病気が治るどうある人に針を受けたら治る人たちがいます。 治る人たちいます。もう痛いのがもう痛くありません。ある人は症状がなくなる場合もありますがあるがんがなくなることもあります。ところが本当にそれもやはり第一患者がこの医者を信じ,信じなければなりません。その信仰、信じるということ、信じることのほかにどういう 医者を信じるるよううになるでしょうか患者にですね患者を本当に治させたい医者たちがいます私が中国映画を一つ見ましたが昔陳氏を長生きしたかったようですそれで 人々を送って風呂層も探してしかし入ュを知らないので何か食べて治ろうと思ってそしてこの皇帝がいい素晴らしい医者に会いましたでどこに旅行していましたがものすごい頭痛が来ましたここ年と離れている田舎でしたがもう急に 探してお医者さんが来ましたがこのお医者さんは本当に極めた人でしたで腎臓の工程をやって針をしましたが頭痛が完全になくなりましたそれでその工程があなた私主治医しなさいと言って急応急に来て主治医をしましたこの人が治療したら全部治ります よく治りますが、この皇帝がこの医者さんに何をお,お願いするかと言いますと、私が食べて死なないものをそのものもを作りなさい。皇帝。そしたら、この人は皇帝は私はそうすることはできません。そしたら、破面だ。そういう医者があります。で、破面して、それで、 私にこういう薬を作る者はいるかと言ったらもうたくさんの人たちが現れましたそれであなたの薬あなたの薬もうその薬をあまりにもたくさんのんでその皇帝がもうそれでもう中毒されてそれで亡くなったらしいですだから結局なんですか もうやぶう医者にあって死んだのです。だから、人死、皇帝があまりにも欲張ったのです。人ができないのをやりなさいというのです。これは誰しかできませんか神しかできないのに。わかりますかところがこの人がその,その映画を見て私は本当に悟りました。 この人は針を打ったらどうしてよく治ったのか。で、この人は針を打つ前にどうしますか点にこうお辞儀をするのです。患者が治るように。それで針を持ってその患者にもう打つ前にこの医者の脳波が変わっています。 集中すするのですそれで針を打つとそして腫れを通ってこの医師の医者のアルファファが入るのです患者の体にそうすると神経に進行を伝ってアルファファがいたら患者がよくなるのですだからこの患者はその医者を信頼するようになります そしてこの医者の愛によったアルハハとこの患者の信頼信仰が合うとこれは本当に素晴らしい癒しが起こるようになっているのですだから皆さん神様という創造主という医者が皆さんにいますから皆さんの することは何ですかそれを信頼すればいいのですそうしたら素晴らしい癒しが人間がすることのできない癒しが起こりうるのですそうです本当にこれは素晴らしいのではないでしょうかだから私は映画も普通に見ないでですねその中に何か 学ぶべきところがあります見たらああそうだあれだその映画を作った人も知りませんその私は見たらああだから治るこれは全部理由があるのですニュースターと的な心理がその中に潜んでいますだから皆さんも 早くこの真理を捕まえるとこれが入るのです。神の木が命の息が木が。だから私たちに神様は神様の御言葉を手に取らせてくださったのです。どうしてでしょうかこれが素晴らしい命の言葉だからこれを糧として。 食べ物として心の糧として毎日毎日聞いて食べなさいわかりますかそういう話ですそれで聖書勉強というのがなんか宗教的な話ではなく命的なレベルでの本当に素晴らしい話をその中にある真理を皆さんが悟って心の糧とするときストレスが解消して遺伝子を 回復されるようになっているのです。さて。それで。今日ここで少し見てみましょう。さて。私が最近。 念仏をよくします。念仏をよくしているところです。マタイ五章の一節、イエスは山に登り、スはお座りになると弟子たちが身元に来た。見てください、その次、その次何と言っていますが、口を開き、口を開き。 そのまたいというイエス・キリストの人が、弟子が、口を開く必要がありますかありませんかもう、教えるのに口を開かないで教えるものがどこにいますかそうですね。イーサンゴ博士がやがて段に登った。やがて口を開いて講義を始めた。それはちょっとおかしくないありませんか それは話にならないじゃなくて、口を開いて講義を始めたと言えばいいのに、口を、ただ口、もう講義を始めたと言えばいいのに、どうして聖書では口を開きと言ったのでしょうか皆さん、みんな習いましたが。 命の息はどこを通して出ますか口を通して出ます。神様が命の息をその腹に吹き込むと、これがその通じている言葉です。神を信じて知っている者は、そうだ。やがて神様の口から命が命の気が出始めたということです。拍手 口を開いてあ本当に素晴らしい口を開き彼らに教えて言われたその次です心の貧しいものは幸いです心の貧しいものが幸いです天の御国はその人たちのものだからと言ったのですそしたらそれで 心の貧しくなると祝福をくれるんだそうすると祝福を受けたら天国は彼その人たちのものだからで私はどう解釈しますか心が貧しいものどういう意味でしょうか心の貧しい欲張らないまた 心が欲張らないそれから謙遜な人まあ2つだけでにしましょう2つ的どういうことですか心が心に欲がなく謙遜なものは神様は祝福を くださいますが神様がそれに祝福を受けたらくださったら天国に行くっていう風ですそうですねそれはどういうことですか神様は謙遜でない奴は欲張る奴は祝福は与えないだから私は聖書というものを普通にこのように解釈します これは私たちの式で解釈することです。私たちはそう言います。いいものに褒め、性を与え、悪いやつには愛さないで、責めて、罰を与えて、こういう式で聖書を解釈すると、聖書は皆さんに何の恵みもありません。どうしてでしょうか当然の話だから。そうではないでしょうか当然です。だから、 心の貧しいものは幸いであるもう欲張らないでもう優しくて謙遜でもう本当に服をあげないともう優しいものもう欲張らない謙遜だから天国に送ろうそれは当然だから恵みになりますかはなりますが悟ること必要もありませんそうですね何かちょっと 間違った誤った解釈じゃないですか何か少し何でもないです。それに読んだら聖書は何ともありません。イエス様は口を開いて命の息がいるのにここを見て読んでともう命の息を受けるところがありません。このようになると聖書がもう面白くないのです。 退屈します誰かはこんな私でもこういう言葉を話せるイエス様じゃなくても誰でもできる謙遜で欲張らない人は祝福をたくさん受けて天国に行く誰もそれできることです聖書はそれではありませんこれは神様の言葉であって世の中の言葉ではありません どうしてそうではないかその次の列その行に現れていますこれはどういうことかと言いますとそうでなければ何かちょっとして解釈することにしてその次を見ますと悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるから悲しむ者は何でしょうか悲しむ 悲しむとは何でしょうかああ、悲しんだり、もう本当に悲しんだら幸いである。どういう意味でしょうかいつもじゃあもうニコニコ笑わなかったら、祝福を受けないでもう悲しんだら 幸いないのかこれ話になりますかなりませんかなりません。それに解釈したらこれは解釈になりません。悲しむものはどういうものかと言いますと、皆さん。例えば人が、人たちがリ,リーサンゴ博士を見る。ああ、あの人は本当に素晴らしい。 本当に欲張らずあ,あ,素晴らしいあの人は神様が祝福を与えてくださるだろうこういうやり方じゃないですかそういう式で考えると私はリ・サングは私は皆さんより優しくて欲張らないでだから私は 祝福を受けて私は天国に行って皆さんはもう少し努力しなければならないそういう式になります風になりますこういう風にもし牧師が説教したならばその説教を聞く教会員は何が重くなりますかああ,あイ,ーサング博士イーサング博士ぐらいになると天国に行けるんだなるとそれがストレスとなりますこの言葉が皆さんにその 皆さんのストレスを解消してくれません。この神様の御言葉は皆さんのストレスを完全に解消するためになさったのです。これは愛だから。だ,だとしますと、悲しむものとは何,だ何なのか。リーサンゴ博士が神様を知らなかった時は悲しむ必要がありません。でした何がそれほど悲しいう苦しいのかと言いますと、私は医者だ。私はアメリカで。 でも、勉強した医者でアレルギー専門医でまた内科専門医で私はそれだけが私であると思っていましたしかし神様に出会ってみますとああ私が愛というものも分からないで子供を愛しすると言っても全部私を愛したものだ私の子が カーバードにいたら私がの立場が立つのですセブレンス出身がアメリカにセブレンス67年7十0年度に75人が卒業しましたが70人,が,全み人がみんなアメリカに行きました一流大学の人たちはみんなアメリカに行きましたアメリカにみんなは行けません もうアメリカの医者の試験をその時韓国で受けます。そのその合格したら行きます。ソウル医科大学、4世医科大学、みんな大体合格しますその。その合格できなかった人だけ、韓国に残っていました。ところが、受からなかった人たちがもっといいと立場になりました。学長とかなんかですね。 その当時ところがですね、そしたらどれほど素晴らしいですか、かっこいいですか、韓国の医科大学行って、アメリカの医科大学、医者の、その、合格するので、嫁にこうようと思ったら、もう、もう、列を並びます、この次、もう、お見合いするんです、もう。 次、次、次。その当時、アメリカに行く医者といったら、どこからでも娘をあがいても、アメリカに行く医者、これはもうすごい存在です。だから、もう本当に高慢です。高ぶります。もう一人ぐらいもう選べばいいんです。たくさんある中で、こういうふうにして、こういう時は、悲しむ必要ありますか全然ありません。 そうしてもうお金稼いでもうベンツにもう悲しむ必要はありませんそれで神様に出会いました私の子供たちその時の私医者たちは例えば少なくとも私の医者たちの間ではみんな同期誠意じゃないですか大体もう もう頭がいいそういう友達じゃないですか。だから一旦アメリカに行っていつも目に見えないそういう競争がありますね、特に韓国人は。そうするとまずは誰が開業して誰が早く成功するのか。そう成功するのは何で決まるかというと誰が早く一番早くベンツを買うのかそれが重要でした。で、リーサンゴが 67年度の卒業生では一番早くベンツを買いましたで気分がよってもう本当に高ぶりましたああ私がもう67年度卒業では同期の中で一番早くベンツを買った皆さんはっきり言いまして私が神様に出会ってからこのことを思うと本当におかしかったです それで幸せだと言って生きていたのが本当にもう情けないです。それを悲しむ。だから神様会わなかったらそれがもう何が悲しみですかそういう意味です。だから悲しむものは幸いだ。それは神様に出会いますと 誰が一番お金をたくさん開業してその成功したのかその競争が一旦一段落とするとその次は何ですか子供たちがどの大学に行くのかこれが大事ですだから誰々のそうあの子も長男が母ほどいたんだっていうそうしたらもう羨ましいんです私たちは医者の社会がそうですそれでお金 それから子どもたちがどういう大学に行くか韓国,人韓国の社会が大体そうですねそういうところでは医者の社会ではもっとひどいですだから私もそれで子どもたちをハーバードに行きなさいそれで,後で分かってみると全部それは私のためです私のプライドのためにでそういうのを悟り始めますと本当に 私という存在が本当にもう本当にもう情けない存在です。こういうのを悲しむ。だから偽りの私に偽りの私にも振られて本物の私が残ってない空っぽい空の私であるということは神様を発見するときそういうことが分かって悲しむようになります。そうしますと 悲しんだら幸いだ、祝福をあげる、そう,でそういう言葉ですかそうではなく神様を知ることを幸いと言います。神様を知ったら悲しむ者は神様を神様を知っているという意味です。どういうことか分かりますかだから神様を知って神様を知っている 祝福を受けたものは悲しむ何かができるあるその次ですね彼は慰めを受けるであろう s a n 大丈夫だ全部許されたこれからよくすればいいんだその神様が私を 悲しくするように変えてくださった神様が私を慰めてくださるのです。このようになるとストレスがなくなります。そうではないでしょうかああ、そうだ。で、心の貧しいものは何でしょうか ハーボードを送ってお金を稼ごう、ベンツを買おうと投資をして、これがもう心が完全にこう満ちています。しかし神様に出会って、そういうのがそれほど大事ではないです。私に最も大事なのはこの命の真理です。神様がどういう方であるか。だから私が。 単純になりますそのようにもう考えがあふれて複雑だったのが生理がわーっとされてするところを心が貧しくなるものだから幸いである神様の幸いを受けたものは心が貧しくなりますが今度はベンツもいらず 今度はもう水泳以上もプールもいらなく今も別荘もいらないけどその理由は天国は彼らのものだからそんなのそんなのあんまりこう求めないこれからは天国は天国は私のものになるのですだからそういうものがそれほど大事ではない 心の貧しいものは幸いである。だから私はこれに直したいです。実は英語の聖書を見ますと、Blessed are those who are poor. もう祝福を受けたものは心が貧しいと出ています。で、韓国語の順番はもう祝福を受けるというふうになっています。 英語で少しお見せしたいと思います。Blessed are those who mourn.Blessed, 祝福を受けた者たちは悲しむという意味です。だから韓国のこの聖書は日本語もそうですが、翻訳に伝統的にそのその土俗的な翻訳があります。 土俗宗教的な翻訳その次ですその次ニュアなものは祝福があるで祝福されたものは命の息をも受けたものは短期のようなものであってもニュアになる ニュアになるその人たちは地を受け継ぐから、聖書を見ますと、この地が、新しい地球が再創造される。この地球があまりにも汚染されて、この地球を再創造なさって、私人間は再び地球に来て、エデンの園となった新しい地球で再び受け生きるようにする。地を受け継がせる。 その次、神様に出会ったものだから、ニュアなものはこの耳が単純になった。地天命、天の命令を知っているものは地を受け継ぐ。義に上乾くものは幸いです。神様が共におられたら、 神様が共にいたら義に上乾くようになるということです。また以後の6節です。義に上乾くものというのはどういう意味でしょうか神様の真理を真理のうちに義というものは正しいということです。私人間社会で 私が正しい、正しくないというのは、後で見ると、それほど正しいものもありません。自分の利益のために、あんまり正しくないのも正しいとこう主張したり、そうではありません。そういう義に騙されていて、本当の義ああ例えば、本当の愛というものは、 相手に何を許すんですか選択の自由を与えるのである。そうすると私がそれほど正しいものとなろうとしているものになる。私も私も私の子供たちに選択の自由をあげる人とならないのに私も神様の愛を 少し実践できるものとならなければならないのに私をかわいそうなものを見ると助けたい心持つ人とならなければならないのにだから私が正しくありたい心があふれるとしかしいまだに私はまだ正しくありませんああ私を正しくありたい そして私は真理をもと悟りたい真理の乾きを感じます。その理由は私は神様を出会って祝福を受けたのでそのようになるのです。だからここに義に植え替わる者は幸いである。彼らは満たされるである。道足りるから神様が変えてくださってその心を くださるので喜びが出て喜んでそのようになるであろうということですだから皆さんが許しを求めたら許すということは義ですところが私のうちには許せる能力がありません神様許せる力を与えてくださいその義に上がわく 乾いたらそういう風になるのは神様に出会ったので祝福を受けたからそうなるのですそういう人たちは必ず神様が許す力をくださって許す時その許しに許しの喜びに満たされるであろう 憐れむものは祝福があるその人たちはじゃあ哀れみを受けるから人々を憐れむものは幸いです祝福を受けたら人が祝福を受けたら人がかわいそうに思われます昔は憎んでいましたが神様をして愛を悟ってみるとあああの人もかわいそうな人だ というのを主流になりますその時その神様の祝福を受けた者はあわれ,れむことのできるものとなりそうするとその人はまたあわれみを受けるからその時あ私があれほど憎いものをあわれむことができる時ああ 私がどれほど悪い罪人であっても、偽善者でも神様はこれほど私を憐れんでくださるのだということを悟ることはできるということです。はい、その次です。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。 だから心の清いものが神様を祝福してくださるではなくて神様の祝福を受けたらやがて心が清くなり始めるのですその時初めて神様の顔が見え始まるのです神はこういう方なのだそれから部屋を作るものは幸いですその人たちは神のこと どもと呼ばれるからだから皆さん見てください人はですね本当にもう喧嘩させるのには本当に才能ありますここ行ったりあっち行ったりですね言葉を移します向こうに行ってこう言うとこう言っていたまたまたここにいて そうそれ私は二度ともう会わない。そうしたらもう二度と会わないとまた言います。それでも、喧嘩を仲裁すると言いながら、もっと喧嘩を大きく作る人たちがとても多いです。はいもう平和を作り出すのではなく、もっともう戦いを。 喧嘩を作りますだから皆さん、特に夫婦、喧嘩の間に入ったら皆さんいけません。なぜならば夫婦というのは自分2人だけが知っている写真があります。事情があります。そして片方の話を聞いたら相手が悪く思われます。しかしここで聞いてみるとまたあっちが悪いように見えます。2人で解決しなければなりません。 平和を作り出すものはどういうものですか向こうにいていい話をするのです、はあ、まだ電話一回ぐらいは受けたいと思っていたいいことです向こうにいてですね 電話をしたいけど、少しプライドがあってもうできないようだ。それで、少しずつ、だんだん、だんだん、こう、中をよくしなければなりません。それが、平和を作り出すものです。ああいう人たちの間、で戦いが起こらないように、喧嘩が起こらないように、 教会とから見ると本当に何でもないことでも,もう喧嘩をさせます、こっちで悪いことを言ったり、それで皆さん、お互いに私がその人たちの中にいることによって両方が,両方が平和的になることができればいいのです。私が神を知って ようになるととというううよよににななるるそのことですわかりますかその時初めてその人は「あの人は神の子供だ」と呼ばれる平和を作り出すものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからだから十分な時間を持って相手のいいところを再び強調し もう一度、いい心を持つように、よく話し、いいことを話し、どれほど美しいでしょうか、こういう生活が幸いではないでしょうか、祝福ではないでしょうか。<laughs> 義のために迫害を迫害されるものは幸いです。 天皇御国はそののの人たちのものだからだからこのように神様の義神様の正しいこと正義の実を実践するために生きているとあなたはお金も稼がないで無能だとかもういろんな迫害を受けるようになります。 私は本当に神様を神様のその愛を表すのために生き始めると不平が来ます。だからこれで何を食べて生きていけばいいのでしょうかとかだからそのぐらい周囲の人たちがちょっと少し そういうところまで行くとその人たちはそれは本当に幸いだということです。どうしてでしょうか天国が彼らのもの。天国を褒美としてプレゼントして受けたので天国は彼らのものである。だから皆さん、皆さんがニュースタートを本当によくなさったらニュースタートは このこれを8福その8福聖書のこのをよくしたら皆さんの体のうちになすことです皆さんがんとどういう約束をしなければなりませんか平和を作り出さなければなりませんがんを敵だと思わないでそうだ 私はあなたを育てたからどのように私はあなたを殺すかだから私はもう偽りの私があなたを育てましたが育てたけど私の真の私を取り戻すしたらがんがあっとで辞表を出しますそのようになっています。 私はここでもう長期的に生きるのは大変そうですもう。もう3枚肉も入らないし、ストレスもあんまりにも受けませんし、私生きている、ここで生きてい生きる理由がないようです。私はこのかな体には、心には到底似合いません。も不便だからここを。 生きられません。それでがん細胞が辞表を出すようになっています。皆さん、わかりますかその話はまた後でします。どのように辞表を出すのか、科学的な証拠、それでがんに打ち勝つのがニュースタートです。はい。このようになっています。だから、皆さん。だから 神様の御言葉は癌に打ち勝つ原理と同じです。だからこれが霊的な話のようですが医学的な話でもあるというそういう神だからこういう体を想像したのです。はい、それで。 それでこういうのを悟って念仏をしたらいいです。私は念仏というないで、念書,聖書の、聖書の書ですね、念書。口を開いて言われた心の貧しいものは幸いです。天国 天の御国はその人たちのものだから、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰めるから、柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから、義に飢えエくものは幸いです。その人たちは道足りるから、憐れみ深いものは幸いです。 その人たちは哀れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神,の神を見るから。平和を作り出すものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。アーメン。 それを皆さんが雑念が入るとですね、これを年少してください。そしたらベータハはアルファ派にー、変わって雑念はなくなります。だから、お坊さんも念仏をするのです。この念仏よりは年書聖書の書です。念書がとてもいいです。 念仏はこれがこれは何ですか理論です。理知。もう何かんとか何とかという,こう言葉が一つの原理を言っています。ところがこれは聖書はイエスの口から出る言葉です。 言葉を私が暗唱していますと、ちょっと過ぎると集中して心を楽に落ち着かせて深呼吸をしながらしますと、イエス様が私に賛ぐよ。心が貧しくあれ。私が貧しくしてあげよう。どれほど幸いか。そうすると、るとあなたは。 他の欲を持つな、なぜならば天国はあなたのものじゃないか、そのようにな,るとなりますと、もうどれほど脳波が変わるでしょうか、遺伝子がパーッとスイッチオンされます。それで、聖書は一つの言葉です。文字じゃなくて言葉です。 仏教の書はその言葉です。それで聖書は言葉です。で夜明けそのあ起きてこう散歩行くとそう少し行くと芝生ありますね。そこに行って座って聖書を読んで瞑想して。 運動してするとどれほどいいかわかりませんそれで脳波がきれいになりますそれで皆さんこれからは複雑なのを考えないで皆さんの神様が作ってくださった遺伝子を命の息で真理の光で火で スイッチオンして神様の力で完全に癒させれる皆さんとなってほしいと思います <music> 静かに歌ってみましょう意味ありげに英語では God is so good という歌です優しい神様優しい神様本当に優しい神様私の神様 私たちの祈りに応えてくださる本当に優しい私の神様。 限りない祝福を私たちにくださる本当に優しい私の神様。 神様、どれほど私を早く癒したいと思われるのでしょうかしかし、私はあなたが願うほどのほど私があなたを迎え入れていません。何か信じれないところがあり、確信も持つことができません。そのように。 戸惑っていることもあるでしょうそのようになるとき私に悲しむものとならしめそのとそうなるとき私に心が貧しくなるように助けてくださいそして私が今この世の中で願っているいろんなものよりもより 大きい天国が私のものとなっている驚くべき真理を悟らせてくださいそしてその悟りによって私の心が貧しくなり私が私自身を見るとき悲しむことができ私の心がニューアーになることができますそして人々を憐れみことができ憐れむことができそして私は 義に飢え乾くようになります。そのようになるとき、主は命の息を吹き込んでくださって、私たちの心をもっと清くしてくださり、そして私の心が清くなるにつれて、あなたの神の顔を拝見し、次には平和を作り出すものとなります。このように平和を作り出すものとなるとき、私たちはやがて 神のことなったという確信を持つようになります。主よこの大きなあなたの祝福を受けて、私みんな変質された遺伝子があなたの御心のままに完全に回復されるように助けてください私たちは本当に。私たちは本当に命の息を受けて、あなたの祝福が何であるかを知るあなたの子供としてください。 イエスキリストの皆を通して心からお祈り申し上げます。あメンさ隣の人、肩をたたえ叩いてたたいてください。よく回復してください。